ドン活したら、途端に強くなった気がするパートを、やっていきましょう。前回、幸運に恵まれ、ドン活をものにしました。一度ドン活を手にすると、また1位になれるんじゃない？という、謎の自信が、湯水のごとく溢れ出てきます。そんなわけで、強気の飛行規則折り、都市部での激しい椅子取りゲームを、敢行しているのですが、おうおう、エクスカリバール様に、勝てると思いか？そこに直れ、成敗してくれるわ。来いよベネット。銃なんか捨てて、かかって来い。バカめ、玉切れだな。最後の弾倉がなくなった時が、という、まさ夢を見ました。一回死んだことで、うやうやしい気持ちになったかもしれないので、今度は謙虚に参りましょう。よし、謙虚にポチンキだ。ミリタリーベースとか、スクールとかよりは、競争倍率が、低いらしいです。個人の感想です。それじゃそろそろ、だいぶ、未だにわからないんですけど、目的地に降下したいとき、ずっと手前から、落下しながら向かう場合と、ほぼ真上から、直角行で降りる場合と、どっちが速いんですかね？フリーフォールの最高速度は、234キロ。パラシュートの最高速度は、60キロちょっとです。印象だけの比較をするなら、200キロ前後を維持した、手前ダイブの方が、早く地上に降りられる気がします。さあ、他の人は、よくわからないので、まずは銃。銃を見つけて、装備を充実させなきゃ。安定のバックパック。お、これはいいね。サブマシンガン用の、サプレッサーを見つけました。数多くのカスタマイズパーツの中で、倍率高めのスコープと並ぶ、優秀パーツの一つですが、かなりのレアリティらしく、アサルトやスナイパーのサプレッサーに至っては、5、6000に1回見れば、いい方だと思います。拳銃用のものは、そこそこ見かけるんですけどね。ヘルメット発見。続いて UMP、警察ベストを発見。先ほどのサプレッサーと合わせれば、序盤からなかなかの当たり物件でしたね。実は PUBG で、最初の家の中に何があるかを見るのが、一番の楽しみだったりします。だってすぐに死にますし、おっし。お次は SKS。スナイパーライフルの一種ですね。そうは言っても、カスタマイズパーツのスロットが、かなりガバガバでして。スコープからサプレッサー、フラッシュハイダーなど、狙撃に特に必要そうなパーツがないと、どうにも役に立たない、困ったちゃんです。お隣さんから、銃声が聞こえましたね。いずれ我が家にも踏み込んできそうです。他に目星いものもなかったので、銃声がしなかった方のお隣さんへ、やっぱり賞もなかったので、さらにお隣さんへ。ポチンキは、毎度結構な数の人が、降りてきているイメージなんですけど。今回は、そんなに銃声が聞こえてきませんでした。私が街の端っこの物件ばかりを、漁っているのも、静かに思えるゆえんなのでしょう。カスタマイズパーツは、わざわざ拾わず、足元から直接装備すればいいって、つい最近知りました。しばらくは、持ち物に加えて、もたもたする光景を、楽しむことができると思います。で、いい感じに物資が集まったので、いつものごとく、セクシーコマンドの準備をしましたら、待機。ちょっと物を置きすぎて、逆に怪しい感じになっていますが、最悪、ドアが開いた時点で、先制が取れますので、この状況ならば、勝率は7割を超えると、勝手に自負しています。さて、結局誰も来ないという、おなじみのオチがついたところで、第2次サークルガチャも、相変わらずポチンキを含んでくれました。私、わかりました。どうしてポチンキが、人気スポットなのか。それは、最初の家に隠れているだけで、30意見内が、楽々到達可能だから、ですね。もっと探索すべきなんでしょうけど、
死ぬかもしれない、というリスクに対して、リターンが、順位が一つ上がるかも、装備が手に入るかも、という、命の投下交換をくっそバカにした、この上なくアンフェアな行為だと、私は思います。とりあえず、白サークルから外れてはいましたが、ポチンキから徒歩で行ける距離でしたね。こういう山小屋は、未だに待ち伏せされたことが、ありません。アイテムのスポーンも少なく、馬味は薄味なので、誰も来ないという点で、待ち伏せする価値もない。といったところでしょうか。実際、私も通り過ぎていきますし、逆に考えれば、小屋周りの茂みは、やり過ごすには絶好のポイントだと、言えるでしょう。さて、アジアサバが解放されての、ゴールデンタイムの録画となっております。いつになく、ラグいですが、まあ大丈夫でしょ。家に引きこもって、山を駆け抜けて、それで30位なんですし。多少のラグは、むしろ私を守ってくれるかもしれません。そんな事情もあって、強気のマラソン中です。お願い打たないで。右の方から、あ。それはいかん、いかんぞ。ここまで遅延が出たのは、録画していた日だけでした。最近は、快適ですので、風浪被害はやめてくれよなぁ。さて、さっきのスナイパーは、もう撃ってきませんね。おそらく、この遅延を、向こうも感じているはずです。すなわち、スナイパーにとって、絶対的不利が、約束されているのです。なんか、サークルガチャといい、一時的なサーバーのビジーといい。実力以外の要素で、順位がどんどん上がってきていますね。先ほど撃ってきた、不届き者から、身を隠しているのですが、あ、私と同じく、被害者の会の方かな？サプレッサー装備の私は、とても強気なのだ。強気すぎて、オートマチックのまま撃っちゃう、おバカさんなんですけど。勝てばよかろうなのだ理論に基づき、今回は勝利といたします。さて、残り20人を切り。いい感じで、出会い頭の事故が増える時間帯です。珍しく、道中でワンキルできたものの、相変わらず、探索とお散歩で、動画の半分を過ぎてしまいましたね。それこそが、PUBG の本文でもあるので、アイテム運の一喜一憂と、最終エリアまでの、危険なお散歩のスリル。これらを楽しめそうな方は、PUBG の素質があると見て、間違いないでしょう。あと1分で、青サークルが縮まります。四つんばいんで間に合いそうなので、このままチキンな亀プレイで、進んでいきましょう。ということで、亀の歩みは 1.5 倍速です。この隙にちょっと小話。残り人数が、20人前後になったら、青サークルギリギリを攻めるのが、合理的なんじゃないでしょうか。ある時、自分が最後の白サークルのど真ん中に、なったことがありまして。そうなると、全方位にリスクが、存在するわけです。逆に、サークルギリギリであれば、サークル全体を見渡せる上に、自分を見つけられる場所は、かなり狭い範囲に限られます。また、サークル外から駆け込んでくる人にも、対処可能なので、私としては、サークルが小さくなるほどに、ギリギリを攻めるのが、得策だと考えます。あくまで素人の戦略なので、もっといい方法があれば、コメントで指南してね。などと、取り留めもないことを喋っていたら、間もなく終盤戦の、サークルガチャですね。いつ撃たれてもおかしくない。その緊張感は、この人数あたりが、最も強く感じます。申し訳ないが青サークルに間に合わないのは NG。しかし、焦って立ち上がらなかったことで、遅刻してきた、かわいそうな人を、発見できました。お前も見えているんだよ、ラーン。ふぅ、サプレッサーは、兄貴のような頼もしさっすね。盛大に二人抜きして、なお私の位置は、他の人にはバレていないわけですから。このゲームにおいて、サプレッサーがいかに強力か。そして、なぜレアなアイテムなのかが、よくわかる一幕でした。二
二人目の遺産相続は、今回は諦めます。白サークルが思いのほか遠かったので、ちんたらしていたら、私も遅刻組として、処理されかねません。自分でも何を拾ったのか、ちっとも把握していませんが、なんか増えたんじゃないの？もともとアイテムには困っていなかったので、上位の防具でもない限りは、拾う意味は、ほとんどありません。さて、あの団地の向こう側が、決戦のバトルフィールドのようです。草原ど真ん中を突っ走って、狙撃されないのは、日頃の行いが、良いからでしょうね。ぬ、ジープ先輩です。バレてはいないでしょうが、巻き添えも食いたくないです。ふむ、向こうのマンションに入るのかな？急すぎてエイムできぬわ。ちょっと遅すぎんよ。バレたかどうか、定かではありませんが。他から撃たれていないということは、右側には、もう誰もいないと見て、良さそうです。ジープ先輩は、引きこもり先輩へと進化し、スナイパーへと就職したそうなので、私はしばし、サークルギリギリで、状況を見守りましょう。うわぁ？建物も何もない、平地が指定されました。あんなの、先に出て行った方がやられるの、見え見えじゃないですか。お、いいぞスナイパー先輩。その調子でやっちゃってくださいよ。私はここで、先輩のジープが盗まれないよう、見張っておきますから。お、あの岩場の陰に、遅刻組が一人いますね。これで UMP にスコープがついていれば、言うことなしなのですが、サプレッサーだけでも贅沢ってもんです。膠着状態。残り40秒で、青サークルが縮みます。おおスナイパーどもはせかせか働くんだよー。なかなかやるじゃない。残り6人。このマンションと、向かいのマンションに、一人ずつスナイパー。岩場の陰に一人。残りは、白サークル方面でしょうか。家庭内暴力かな？お、引きこもりは卒業したようだな。じゃあ、私ジープもらっていくから。メリー苦しみます。よしよし。あれ？奥のマンションには、まだスナイパーが残っていますが、サークルの関係上、狙撃している時間は、もうないはずです。行き先もわからぬまま、盗んだジープで走り出す私を、狙撃できるものなど、あんまりいない。この開けた場所で、四つんばいになっている人は、背中に分厚いゴムの跡を、残して差し上げましょう。ごめんなさい。終盤で車にこだわるのは、典型的な初心者だって、それ一番言われてるから。ああでも、ハンドルを離したくないんです。降りた時が怖いんです。一人は、駐車場に確認。あと一人、場所を特定できれば、安全に降りられるのですが。やったぜ。これで1対1。あの木の陰に止めれば、かなり安全でしょう。それじゃ、ジープ先輩に隠れながら、敵を探しましょう。でもその前に、傷口を鎮痛剤で塞がないとね。さあ、お薬の時間は、終わりました。回復アイテムの使用中でも、メニュー画面を閉じられるので、今度からそうしましょうね。そして今気づいたのですが、白サークル、くっそ出れていますね。運まで味方につけた私を、阻むものなどないわ。動け、このポンコツが。動けたんだよ。こんなの戦闘中にやられたら、たまったもんじゃないわ。ともかく、最後のサークル収縮。動け、このポンコツが。動けたんだよ。甘いな、私の目は、お前を捉えておるわ。よし、手応えあり。このままゴリ押せるか。こんな平地で伏せたって、丸見えなんだよな。あばばば。やばいやばい、これじゃ私が死ぬ。車の下を通して、弁慶の泣きどころを狙う、スナイパーの鏡ですね。だがちょっと待て、
私は応急処置キットを使うので、忙しいのだ。よし、正々堂々、やり合おうじゃないか。卑怯だと？最高の褒め言葉じゃー。また買ってしまった。今回はたくさんキルできましたし、なかなか良かったと思います。あれ、私上手くない？と、うぬぼれ始めたところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。